ボイコメトディエフ・ボリソフはブルガリアの政治家。ヨーロッパ発展のためのブルガリア市民の実質的な指導者であり、2005年11月から2009年7月まで、同国の首都ソフィアの市長を2009年7月から2013年3月と2014年11月から2017年1月と2017年5月から2021年5月まで、首相をそれぞれ務めた。また、 2013年に、ビトシャビストリツァの選手として、54歳で、ブルガリアサッカー2部リーグに出場し、同国のプロサッカーリーグに出場した、最年長選手となった。ソフィアのバンキャにおいて、内務省職員のメトディボリソフト、小学校教師のベネタボリソバの子として生まれた。1982年から1990年まで、内務省職員として、消防士及び、 警察学校の教師を務めた。1990年に内務省の職を離れ、1991年には民会警備会社イポン -1 を設立し、トドルジフコフやシメオニセ世といった人物の警備を引き受けている。ボリソフは1980年から空手をやっており、ブルガリア代表のコーチや国際試合の審判員の経験もある。現在のボリソフは結婚していないが、 経済投資銀行の総裁つべてぎなボリスラボバと同居している。また、かつての妻ステラとの間に娘のベネタがいる。ボリソフの祖父は1944年、ブルガリアクーデターの中で処刑されており、このことは1989年までの社会主義政権下での本人の学業や職に関して、負の要因となった。2001年から2005年までの間、 ブルガリア内務省の事務長官を務めた。2005年の総選挙では、氏名を2世国民運動の候補として出馬し、当選したものの内務省事務長官の職に留まり、議員にはならなかった。また、同じ年に、ソフィア市長に立候補して当選し、前任のステファン・ソフィアンスキーに代わって市長に就任した。2006年には、ヨーロッパ発展のためのブルガリア市民を決闘した。 ジャーブは2007年5月20日の2007年、欧州議会選挙で低投票率の中で、初めての勝利を挙げ、ボリソフは早期の総選挙を求める声を宣伝する機会を得た。ボリソフは公的なジャーブの党首ではないもの、実質的にジャーブの指導者とみなされている。ジャーブの公式の党首は、内務省職員、ソフィア副市長として、ボリソフの下で働いてきたツベタンツベタノフである。 ボリソフ率いるジャーブは2009年7月5日の国民議会選挙で39.71%の得票率を出し240議席中116議席を確保した。ボリソフはジャーブを中心とした中道右派政権の主犯として7月27日に第50代ブルガリア首相となった。2013年2月20日、電力 暖房料金の値上げに橋を発した大規模な抗議行動の責任を取る形で首相辞任を表明。翌21日の国民議会における採決で総辞職は可決された。2014年11月7日、10月5日の議会選挙に勝利したことにより再び首相に就任。2016年11月13日に東を開票された大統領選挙で 与党ジャーブ候補のェツカツチェバ議会議長が野党ブルガリア社会党候補のルメンラデフ前空軍司令官に敗北したことで首相を退く意思を表明。首相辞任に伴い前倒しで2017年3月26日に党を開票された総選挙では社会党の躍進を許したもののジャーブは第一党を維持した。2018年10月には ボリソフが医療制度改革に失敗したとして雇うより、不信任決議案を提出されるが、ブルガリア議会は10月25日に賛成99票、反対133票で否決した。その後もラデフ大統領は、ボリソフ政権が、オリガルヒと深い関係にあると批判するなど、両者の関係は良くなく、2020年7月9日に、警察当局が大統領府を 強制捜査しラデフの側近二人が利益誘導や国家機密暴露の容疑で身柄を拘束されたことで情勢が一気に悪化。首都ソフィアなどでは強制捜査をボリソフの差し金と考えた反政府勢力が対人要求デモを連日行い、ラデフ大統領も内閣総辞職を要求したが、ボリソフは7月11日に要求を拒否。反政府勢力は 退陣を要求する署名運動をオンラインで行うなど混乱が続いた。2021年4月4日に執行された総選挙においてジャーブは第一党を維持したものの苦戦を強いられ、得票は前回選挙より大幅に減少。14日、ボリソフは新首相を目指さない意向を表明した。5月12日、首相職を退任。国民から親しみを込めて、バットマンと。 ニックネームが付けられている。2009年2月6日、当時ソフィア市長だったボリソフがシカゴで行った、ブルガリア移民に対しての講演で、50万人もの、ブルガリア人が移民となって国外に移住したために、有権者であり、現役の労働者となり得る、人的資源は実に乏しいとし、一方でブルガリアは100万人のローマと70万人のトルコ人、百五十万人の退職者という、 不良人的資源を抱え込んでしまっていると発言した。この発言は国際社会の関心及び、ボリソフの政治姿勢に対して疑念が持たれた。欧州議会の欧州社会党は、ブルガリアの最大野党であり、欧州人民党に加盟しているジャーブの指導者による、この発言に対して深い懸念を表明した。欧州社会党の副党首アンマリヌス・ウィエルスマは、ボリソフを非難し、 ボイコボ・ボリソフの最新の声明は、ブルガリアのトルコ人やロマ、年金受給者を不良人的資源と呼ぶものである。これは一連のトルコ人及び同性愛者に対する差別的な声明に連なるものである。これは、その政治基盤が国家の純粋性を求めるナチズムの基盤を反映しているものだ。と述べた。社会党は欧州人民党に対して適切な処置を取るか、 右翼ポピュリズムと過激主義との間の一線をすでに超えてしまったジャーブとは距離を取るよう求めた。ボリソフは不良人的資源との言葉を使ったとするブルガリア社会党による非難を否定し、社会党は自分を攻撃するために嘘を吹いしていると非難した。ボリソフは2009年3月5日の NGO との会合の中で大臣を含む政府のあらゆるレベルに ロマを代表した人物を起用したいと述べた。ウクライナに住むブルガリア人が優れた人的資源であったために、ウクライナが大規模に彼らを同化したと主張している。ありがとうございます。